ついに来たな。世界一のプレイヤーを決める大会、アルテミス。いよいよね。お？あいつ誰だ？知らない。でもなんか不思議な感じね。さあ、いよいよ NBX 世界選手権アルテミスが始まろうとしています。今回はカイドウ先生、いよいよ始まりますな。アルテミスか。まあ結果は見えているがね。もうじきこの国は先生のものになるわけですな。世界一を決める舞台にぴったりだな。きっと世界中からとびっきり強い LBX プレイヤーたちが集まってるんだろうな。そう考えただけでもなんかワクワクするな。ああ、俺たちも気合い入れていかねえとな。ミキ、ジンよ。カイドウとジン、間違いなく最強の敵ね。チェッ、相変わらず透かしてやがるぜ。ジン、俺はお前と戦いたい。そしてお前に勝ってみせる。おいおい、熱くなるのはいいけど、まずは初戦突破しねえとな。なんたってアルテミスなんだ。ああ、分かってるさ。 LBX 世界一をかけた大会、アルテミス、 LBX プレイヤーにとっては最高の夢の舞台。でもこの戦いは世界一を決めるだけの戦いじゃない。ああ、まさかこんなことになるなんてな。Thank you.
2046年、強化ダンボールの発明によって世界の物流は革命的な進歩を遂げた。革新的な未来の箱が運送手段の常識を覆したのだ。しかし、その箱は全く別の目的で使われることになる。ホビー用小型ロボット LBX の戦場として、少年たちの戦いはストリートを飛び出し、そして世界へ飛び出した。集え LBX プレイヤーたちよ、世界の頂点をかけて。これより第3回 LBX 世界大会アルテミスを開幕いたします。いよいよ始まるんだ。いよいよここでアルテミスの商品の発表となります。今回の LBX 世界大会アルテミスのその栄えある優勝者に与えられる商品はこちらです。商品が姿を現しました。今回の商品はこの高性能アンドロイドをたった一つの回路でコントロールできる超高性能 CPU、 メタナス GX です。メタナス GX エントリーされた中でこちらの受付嬢がアンドロイドだとお気づきになった方はどれくらいいらっしゃるでしょう。あの人、アンドロイドだったの？人間そっくりだったぞ。全くわからなかったぜ。超高性能 CPU、 その処理速度は通常の LBX 搭載型 CPU の実に200倍。これを装備した LBX はまさに無敵の性能となるでしょう。そんなにすごい CPU だったのか。バン、ロビーで試合の準備をしましょう。うん、行こう。北米エリアチャンピオン、ジョン・レンド・ポール。対するはアングラビシダスで優勝し出場権を勝ち取った山野バン、川村亜美、青島和也。1回戦は2対2のタッグバトル。さあ、どんな戦いが繰り広げられるのか。まもなくバトルスタートです。
アイテムファンクション、アタックファンクション、キッケー、ライトスピア、ファイナルブレイク、戦闘終了、バトル終了。まさか山の番チーム、ファイナルブレイクでの大勝利。これは見せてくれます。さあ、次の戦いにも期待しましょう。世界大会アルテミス、早くも優勝が決まったブロックがあるようです。トーナメント B ブロックにご注目ください。神崎選手、必殺ファクションパワークラッシュ、しかしそれを華麗にかわすマスカレード J、 あーっと、ワスクの J の必殺ファクションストームソードが決まりました。神崎選手、プレイオーバー。なんと優勝者は謎に包まれた仮面の男、マスカレード J を操るマスクの J。 トーナメント決勝戦、神崎選手は前線むらしく敗退です。さすがアルテミス、いろんなやつが出てくんだな。マスクド J、 プロフィールに何も書いてない。どうしたんだバン。ううん、なんでもない。
北米エリアチャンピオンを破った山野バンチーム。2回戦の相手は北欧の侍ジェイソン・クロソー選手です。2回戦は1対1のシングルバトル。さあどんな戦いが繰り広げられるのか。まもなくバトルスタートです。レックス、なぜわざと負けた？わざとだ？何をバカな。敵のお前にわざと負けるわけねえだろ。お前が強かったってことさ、相当にな。そんな顔するな。じゃあな。レックス。プロメテウス社からスポンサー枠での参加となります。前回1回戦で苦渋を舐めましたが、今大会では LBX メーカーの威信をかけ万全の体制で臨んでまいりました。機体はブルド、ブルド海、タイタンといずれも重量級。その火力の高さはまさに脅威。にゃー、
兄ちゃんにやった。お前どっちの味方なんだ。あ、ごめん、でもブルドンが。3回戦は3対3のチームバトル。さあどんな戦いが繰り広げられるのか。まもなくバトルスタートです。あれは偶然ではない。全部狙って撃ったのか。あんな風に LBX を動かせる奴がいるのか。カイドウ、ジン、あいつ以外にも。
ド C ブロック決勝、山の番チームの対戦相手はなんと昨年のアジアエリアチャンピオンであり、このアルテミスでも優勝候補の一角。次に狙うのはもちろん世界の頂点、森上ケイタチーム。この一戦楽しめそうだ。ベストを尽くそう。トーナメント決勝戦は3対3のチームバトル。さあどんな戦いが繰り広げられるのか。まもなくバトルスタートです。勝ったんだよな、バン。ああ、山野くん、ファイナルステージ進出おめでとう。
俺たちの負けだぜ。すごいね、あんたの LBX。 それにチームワークも。君たちの強さは本物だよ。君たちみたいなチームとバトルできてよかった。そう言われると照れるな。山野くん、お願いがあるんだ。何？これを君に持って行ってほしい。それは君のウォーリアーの水月痕？君に使ってほしいんだ、僕たちを倒した君にね。そして精一杯戦ってほしい、僕たちの分も。ケイタ君、ありがとう。世界大会アルテミストーナメント D ブロック、ユジン選手、またの名をオタクロスの弟子対仙道大輝チーム。仙道大輝チーム、3体で追い込む作戦か。